ミルクサッカーアカデミー、のウェバーと申します。すノーミルク佐藤でございます。お願いいたします。今日はこちらですよと。ゼロ三ジャパン、うん、夏のトレキャンメンバー紹介。あは <laughs> すごい。もうあのね、最終予選のメンバー発表、云々っていうこの時期ですけれども、なんとまた、同タイミングで先生がいつも紹介してくれる違う世代の はい。はい。ということでございます。で、ちなみに、まず、こう、中身いろいろ行く前です、行く前にですが、ンジャパンって、まずそもそも何なのって話なんですが、あ,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 あの、先日まで開催されていた、えー、え東京オリンピックってのは、一応、1997年生まれ以降とはなってるけど、はい、基本は97年から2000年生まれまでなんですね。はいはい、はいはいはい。なんで、この間、選ばれた方々の谷選手や、うん、あとは瀬古選手が最、一番ね、あの、最も若い。そう。 そういうことでございました。<ー>まあ、ただちょっと01の竹と、うん、02の財運なんてのもちょっといたんですけど、こ、うんうん、の01以降ってのがいわゆるパリオリンピック世代。パリ世代の筆。 と一番年上世代がゼロ三ってこと。ゼロ一になりまして、パリの中での <laughs> なんと下から二番目という。そういうこと、ごめんなさい、ちょっとごめんなさい、もう理解力が足らなかったです。<laughs> なるほどね。今ちなみにゼロ三生まれっていうのは何歳になるわけですか。高校三年生でございます。十七、八ってことですね。そうなんです。<ー>なんで久保建英高校三年生の時の高一組というか、はい。なるほど、そういうことですね。そんな感じのメンバーでございますと。ああ。 で夏ね、この間まであのクラブ優選手権とか、ミンハイとかも行われてましたけれども、えー、トレキャン、はい、そうなんトレーニングキャンプ、これ何？一学年に対してのトレーええ、そうなんの、えー、あ,あの高校生以下は基本的に一学年ずつになっております。へえ。いうこといでそんな今回はゼロさんのこの夏のメンバーを発表していきたいと思います、はい。はい、お願いします。こんな感じでこちらでございます。ンンはい、出た。 はいまあすごいスタイリッシュにパンって書いてるのでビルは必ずやら特集ですよこれね毎回やっていただいてますけどもはいよろしくっていけですそうなんですちなみにゼロさんここに今いろんな名前がいるんですけれども皆さん一番知ってそうな名前の選手とかっていうのがちなみに2人ほどいますただこの中にはただ残念ながらいないんですね呼ばれてないというか中野真也選手中野真也選手はい ハガンとその左サイドバックのね、が彼が本当はこのゼロ三なんですはーあー、でももうがっちり J1 に出てるわけだから、そうなんですよこっちに今呼べないんだね。そうなんですよ。すごいね、そう考えたら。で実はですね、うん、今回あの、トス組ゼロなんですね。世代最高峰と言われてるはずのトス組がゼロ。うん、要はもうみんなチームの方に帯同せたりするのですごいですね。はい。 ちみなみに、この間同じゼロ三でいうとトスからね、うん、あのオーストリアのインスブルックというチームにあの移籍した、新田リオ選手。海外でハットトリック見てました。いやー、やるすげえ。いいですよ。<laughs> いいよね。ねえ。 いいお話が聞こえてくるあとは、今回、ついこの間までインターハイやってまして、インターハイ、最後盛り上がってね。そうなんですよ決勝まで行った青森山田と米子北野選手は、分あの疲労考慮ってので、体も今回呼ばれてない、松木選手とかね。という感じ90世代でもあるわけだ、これは。そうなんですい。その方々はいないよという感じでございます。じゃあ、他いろいろとちょっとね、見ていきましょう、前の方からと。 フォワード、これね、毎日特集したことある人もいますけれども、まずは福田師王選手、上から5番目にあります、神村学園なんですけれども、この間行われたインターハイで、松木、のね青森山田の松木選手ともども、インハイの得点王に輝いた選手です。ただ、ただねこの福田選手は、1個下から飛び級でやってきました。本当はゼロで だからこそやっぱりちょっと皆さん見ておいて生知っておいていただければなっていうところですね。うんうん、そして続いてこの。生の横に2が入ってるのは何ですか、はいあ その名前のくにちっちゃく2と入っている方々が、いわゆる2年生ということでございます、ねはい。あ,あそういうことですね。他、うん、がみんな高校3年生と思っていただければ。はい、は,いはい。はい、そして、フォワード次2人行きたいのが、一番、うんえー、このね、左、右側のこの表みたいな感じで言ったら、上から1番目、2>, うん、2番目なんですが、はいえー、清水ユースの千葉カンタ選手、そしてガンバユースの、えー、ガンバユージュアチの坂本伊佐選手。この2人。 えー、千葉選手はこのいついこのトップ昇格が決定しましたうんおめでとうございますおめでとうございます、うん、今ね、北川晃也を継ぐ清水さんストライカーということで、うん、ちょその存在、目されてるところがありますので、ははちょだからもうね、もうだから半年だから、来シーズン途中にはもうね、ちょこちょこっとこう出てきたりすると思うんで、うん、皆さん、J1 の皆さんも楽しみにして,てくださいです。 ま、彼去年 U23 でもね、ガンる出てたってのもありますけども、あの、やっぱり、東山翔治とか、西野陽太郎とか、そこら辺、先輩超え狙う、このね、世代ナンバーワンスコアらがありますから、はい、彼もだからね、いろんなアンダー年代、どんどん取って、点取ってるってのはありますので、彼も見ておいていただければなと思いますそしてもう一人、あまりここまで代表そんなに多く経験してるわけじゃないんですけども、え、流刑歌手の川端選手、あの、 もと,あのもともとはそこまでこうっていうのはあったんですけど、あのポストプレイヤーとしてすごくあの大迫勇也選手っぽい感じ。あ,あそう なんで、一番前でボール受け取って、そこから2列目の人に配球するのがめちゃくちゃうまいってのがありますので、今後、多分彼も出てくると思うから、楽しみに見ておいていただければなと思いす。そして2列目見ていきましょう。ここら辺も知ってる方、多いかもしれません。次は右ウイング組2人、広告高校の永永、高虎、そしてガンバ大阪龍一八の中村次郎。おなじみそうですね ええー、高虎選手はあのう、広高校ですけども、あの川崎に内定済みの。選手になっております。はぁはぁはぁ家長を継ぐのが家長になるかもしれないってことですか。平海も。<ぁ>本当に家長選手的なプレーヤーなの、ね。ああ、そうなんですね、うん。ドリブルとかも得意なんだけど、やっぱり、ね、彼の能力は数秒先にちょっと予測できるの。えやっぱね、ちょっとなんか昔のガンバ時代の家長さんとか、ちょっと思い出したりするよなっていうところでもあったりします。 でそんなこのガンバのユ U 字8の中村次郎さん、こちらもねユ U23 とかで出てましたけど、やっぱりドリブラーですね、うん、ねどんなところでも抜きにかかってくるって男ですので、彼もまだ決定を思いもしてないのかなと思うけど、まあたぶんトップ昇格決まりと思いますので、はい、お楽しみにと。続いては今度は、えー、左のウイングと列3列目からインサイドハーフ見ていこうと思いますけど。はい えー、豊田選手、名古屋 U 字八の豊田選手、この間あった ACL に実は帯同してた高校3年生の選手、ね、なるほど試合には出れられなかったんだけど、やっぱりあ,のあれだったそうです、ね、あの他にもう一人、吉田選手ってね、ここの右上のところにいる、えー、名古屋 U 字八のもう一人いますけど、この豊田選手、うん、吉田選手の二人が ACL 帯同しまして、サッカーってい,そのいわゆる技術面のことよりも、はい やっぱり名古屋の皆さんってすごく大変だったのが、うん、1> 約1ヶ月半ぐらいの間、そのホテルで。うん。まああ、そうだね。<で>バブル。開催とかね。そうやって、あ、アウェイとか代表ってこうやって戦っていくんだなってことを、まさかの高校3年生で。うん、なるほどねうん。体験してきたっていうのが、一回り二回り大きくなったと思いますあ。あ、普通は修学旅行ぐらいだからね。本当はね。一泊二泊だからね。<laughs> そ,うそうなんですよ。よ<ー>だからメンタル面が強くなったなんて。うん。 ちょっと2人も期待でございます。そうですかそして続いてインサイドハーフでございます、左側。山崎選手と笠柳選手。笠柳選手は今、前橋く上にいるんですが、実はもともと横浜 FC の株組織出身で、ジュニアユース。山崎選手も実は同じく横浜 FC の株組織だっていうところがあって、2人はだから、ちょっとある意味ではポジションを争うことにもなるかもしれないけれども、同じ釜の飯をみたいな同じ せいろのシューマイを食べたなかってことですね。彼らはね、あとは、うんうん、同じそのね、シューマイを食べるために、あとはね、うんうん、え横浜市であとはいけるかどうかっていうか、ーカーカーみ最後のグリーンピースを載せるのはどちらかってことですね。そういうことですね。となってまいりましたと。うん、ちなみに、山崎選手、ある意味ディブライネっぽくて。えー 笠柳選手はある意味、えー、グリーディッシュみたいな感じええー、何それ、どっちもいいじゃない。いいでしょう。<ー>二人ともいってほしいな、みたいなところがあるんですよね。そして右の方は香田選手と、あとは阿部選手でございます。香、えー、田選手はあのすごくあの笑顔がすごく特徴的で、あのうん、お顔でちょっと初瀬選手に似てるんですよね<う>あの、神戸。 ただ、あの、ちょっと最近、野性味が出てきたなてこと周りから言われてきた。ちょっと童毛にこう、ボールを刈り取りに行ったりとか。いじゃない、良いじゃないの。名古屋育ってるんですよね。そしてもう一人が。高校の校ですからね。鎧的な発想でした確かにこれね。確かに。将軍の将も入ってますから。確かに。そしてもう一人が、えー、安倍選手、安倍大成選手。はい。 えー、長崎の U18 出身の選手なんですけど、まだ高校2年生なんですが、うん、1>, 1ヶ月くらい前、2ヶ月くらい前だったかな、うん、あの出ましても、うん、長崎のピッチ、というか、そうなんです。すごいなー でボランチもできて、なんとサイドもできるってちょっと特殊なというか、うん、いろんなことができる、かなりの天才型プレイヤーだというところがありますので、うん、もう彼が一つの長崎の未来っていいや、本当だね。うん、なってくる選手だなと。本当に今あの、自己、なんていうのかな、自分で自主規制しますけど、体制してほしいですねって言いそうになりましたけど、<laughs> これを素直に言おうと思ったら、かぶっただけなんでね。 でも本当そうですよ。そしてボランチのところで先ほど名古屋の吉田選手ともう一人がマリノスの山根クスっていうのがあってまだトップ昇格は彼はまだ決まってはないんですけどエリートリーグの方でもうずっと出てるのでまあもう確定だな恐らく大木原ポジションついていく必要手そろそろね。 だんだん変えていかなきゃいけませんから、山根選手がなってくれるんじゃないかな頑張ってくださいよ。そして続いては、ディフェンダーのところいきましょう。まずはサイドバックでございます。私、今、押したい選手が1人いまして、昭平高校の右サイドバック、本間春人選手。あったかいに、あのね、この死、武士の死って書いて、春人というんですけど、利き足がないという、どっちもそうなんです。両利きってこと そうなんですだからトラップするときとかよく顔ちょっと下げちゃう人とかいるじゃないですかそこら辺とかがスッていっちゃう柿谷選手っぽいんですあれはやっぱね見てるぞ見てるぞ着てるの見てるぞっていう口す意味でもいいんでしょうあれ顔が下がるんですそうなんですよそうなんですよ本人すごいのが5 0ル大体5秒8ぐらいとかで走れるのかなでめちゃくちゃ速いんですけど100の方が速いんですって言ってて。 <laughs> 要はなんでウイングとかやらないかって言われたら、はあ、ウイングだと、いわゆる到達距離が短いじゃないですか、最終到達、目標地点まで。はあ、サイドバックの方がスプリントできるから。あ、漫画みたいな話ですね。もういい選手です、ね、はあ、はあ、そんなエピソードありましたよ、JDREAM に。 中井くんの回でね。そうだそう中井くんだっけな。ここすごくて、その、翔平の本間選手はそういうスプリンターだし、JFA 福島の松田選手と、あとは、鹿島ユースでもね、小学期決まってる溝口選手なんか、それぞれもね、スキルフルなドリブラー、もしくはオーバーラップ系のテクニカルなドリブラーだったのが溝口選手だってのがあるから、サイドバックみんなこう一人で1-0-1めちゃくちゃ仕掛けられる選手だって。山根、山根美希選手がいっぱいいる感じで皆さん考えていただける。はという感じです。 使い勝手の塊そうなんですねそしてもう一一応サイドバックにあえて入れたんですが清水でこの間こちらも昇格金また菊池修太選手はい。これはすでにデビューもしてるんですけど V ンだったかな手の入りか彼はセンターバックとミニサイドバックをこなす180超えてるんですけどだから果ては立田か酒井宏樹かなるほどそんな感じで走かまかそんな感じになってきます。 そしてセンターバック4人集。うん、まず神戸の尾崎選手。はい。っていうか、ここからすごいんですけど、ね、まー、あ、さん。あの、菊池選手から残りセンターバック4人プラスゴールキーパー3人いくんですけど、うん、残り話す8人の平均身長190です。いやー、嬉しい。大きくなりましたね。<laughs> なんかもうね、年配者がよくね、言ってくれてましたけど、我々の世代にも。今のは大きいね、と。でかすぎる。どんどん,どんどんね、大きくなってくれてるんですね。 いろいろだから、ライバルも結構でかくて、尾、うん、崎選手に至っては、まずあの彼のポジションを争うライバルがフィルマーレン。はい、<laughs> いいじゃない、も <laughs> まれていただいて。もまれていただいてね、ねっていうところになってくるえそして続いて、柏 u 1うの田中隼人選手。はい もう彼はもうすでにね、リーグ戦というかデビューもしてますけれども、ーチームの方で。今、あと引っ張る意識改革中ということで、まあ、柏のある意味、ポイントガードみたいな、ビルドアップに優れたようなはい、はい、はい、はい。そして、ええー、ごめんなさい、翔平ってなってますよね。ここね、昌、うん、子高校のチェイス・アンリです。チェイス・アンリ、えー、ンディおなじみですよね。そうなんです、えー。アンリを追いかけるようなプレイヤーってことでしょ そうですね、チェイスですからね。だから全ターバックってことですよね。そうですね。あのうこの間ミルアカでも話しましたけど、うん、A-Z に練習参加行ってたみたいな、うん。あ、そうなんですね。そう話あったけど、他に、えー、も実はあのボルシアメンヘンクラトバッハにも行ってたらしくて、でそれ行って戻ってきてっていう夏です。はい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 。すごいね。 世界基準ですよどのぐらい成長しなきゃっていうのもなんとなくね、視野に捉えてきていただいてると嬉しいですね、そういういことですね<ー>間違いないと思います。えー、そして僕、ちょっとこの選手も追ってる選手なんですが、大宮の小澤選手、センターバック、最後尾からまくるオレンジカーテンとかさせていただいたんですけど、けあのそうなんですよ。うん、あの彼、もともと春先に行われた04世代の、はい。 セカンドキャンプみたいなところがあったはいはい,はいはい。いわゆる04世代の第一個ね、主軸なところじゃなくて、ここ今度主軸になっててくれたらいいなーっていうキャンプ。そういうのもあるんだ。そうなんですよ。<ー>そこで、ただそこで初お見にえされたのが、ーロールモデルコーチ中村健。はいはいはい。そこでいろいろ話を聞いたりするうちに、<ー>なんと結果的に約半年で、<ー>飛び級のトップキャンプの方まで来たり。飛びちゃった。 めちゃくちゃ伸びたんですよ、ね。だからセカンドの方にケンゴさんも、まあ最初だからっていうのかわかんないけども、うん、巡り合わせみたいなとこあるし、その指導力、うん、存在の凄さね。ありますよね。すこれは面白いなと思います、えー。ラストパス発売中です。<laughs> <laughs> よろしくお願いします。門川さんより、ね、よしくし。来、えー、ていただいちゃったんでね。我々ありがとうございます。ありがとうございます。あえ、そして続いてゴールキーパーでございます。えー、西村春樹選手翔平高校でございます。はいはい、実は西村選手ライバルはこの代表っていうよりも学校の中にいます。うんえー、実は西村選手。まあ、プロ行けるんじゃないか？ってレベルの選手なんですけど、えー、今翔平高校は3人のゴールキーパーで回してるんですよ。うん いずれもいけるレベルっていうすごいですねここすごいですよねす、うん、でにあの広島の練習参加してるのかな西村選手はなんで今大阪圭介をある意味では目標に追っているみたいな感じの選手でございますキーパーみんな188ぐらいあります7とか8とかいいですよすごい、ね、少女が話しちゃった風船すぐ取ってくれますよあ、ね、今度試合見てきたなって言ってね <laughs> ありがとう兄ちゃんね そして続いてが、えー、この、ね、世代ではもうずっと、ねえー、長らくやっているバーンズ・アントン選手、大勢、うん、高校、すでに町田に、ねえー、決まっているよという選手ですね。えー、今はあとはもうあのリーダーシップを意識したいというところもあって、声を意識すするそうなんですよがが昔プロでやられている野口ピントエリキソンさんとかが、うん、あのこの大勢高校のコーチでやられているんですけど<ー>もう元、元プロから見ても、もう現状でセーブの部分。うん ゴールマウスを守るよって部分だったら余裕でいけるらしいんですよ。えー、プロのレベルでも全然やれるんじゃないかと。そうなんですよ。あー、1にして。そうなんです、えーで。あとはもうあのビルドアップもある程度できるから、うん、あとはもう夜、声でディフェンダー動かしたりだとかして、自分がセーブしない状況を作るんだっていうところ今、今度は改革メンタル、脳みそ、ね、うん、指導力の部分、はそっちみたいな。 うんこれはき鍛えてきますねこれねですね、えー、そして最後が、えー、熊本ユースの広田選手はい、はい、えー、これはちょっとまだまだ情報がなくて初の世代別代表になった選手ですからただやっぱりねそんな選手もやっぱり187ってのがありますので飛んできた組ってことですね<笑><笑>そうなんですだからここでやっぱりさっきの小沢選手同様にここからグルっと来る可能性もありますから、うん、楽しみにいていければいいのかなと思っておりますわかりましたゼロゼロサンジャパンのナットレキャンプでこれだからこうさ何年も前からの構成するさこう今回の東京世代に関してもこうやってやって てくれてたわけですよ。ありがとうございます。ね、いろんなこと大体当たって、だからこうタイムカプセルみたいな企画やってほしいんだよね。<laughs> 4年後のタイムカプセル、この人はどのリーグのどの辺のチームにいるんじゃないかろうかとかさ。あ、いいですね。ね J リーグでいうとこの辺のなんかやつでど何試合ぐらい出て何アシストぐらいしてんじゃないかとかね。あ、いいで、ね、やってみたいですね。ええ、A、正解は4年後。 ああ、いいな。なんかちょっといいですよね。なんか未来の話はやっぱ盛り上がりますからね。させん、01020304ジャパンの数年後。そういうことですね。やりましょう。よろしくお願いします。ということでございまして、先生ありがとうございました。ありがとうございました。すごい見る若らしい企画定期的にやっております。こちら、チャンネル登録、グッドボタンで応援していただきたいと思います。サブアカウントもやっております。そしてメンバーシップも本若の方でやってます。ぜひよろしくお願いします。お願いします。 ていうかもう夜なのかなこれはね <laughs> <laughs>、はい。ということでおやすみなさい。それではまあでした。先生ありがとうございました。ありがとうございました。<laughs>